はようございます、今日は7月の15日海の日、ただいまの時刻は朝の8時前です。今日の作業は、2024年3回目のあぜの除草剤、これを散布します。本日の使う除草剤はザクサ液剤と土壌処理剤のカーメックスと転着剤のサーファクタント30、この3種類を混ぜて、長期除草ということで、散布します。まあ、この本日の除草で、約2ヶ月、持てばいいかなと思ってます。今までは、土壌処理剤、これはカーメックスではなしに大ロンゾール、これを約3年間ほど毎年使ってました。ただやはり背負って歩くのが重いので、今年は高濃度小水量ノズル LV35、これを使いたかったので、土壌処理剤をカーメックスにしてます。通常のノズルを使った場合は、ザクサ液剤を100リッターあたり、500ミリリットル200倍ですね、それとこのカーメックスは、100リッターあたり300グラムを使います。このサーファクタント30は、10リッターあたりで、10から30ミリリットルということで少量なんですけど使います。まあ、今回このバスタノズル LV35、これを使いますので、3倍、濃い濃度で、散布します。それで、一応20リッターあたり、これはザクサ液剤が300ミリリットル、このカーメックスが、200グラム、このサーファクタント30、これは一応20リッターあたりで、60ミリリットル、これを混ぜて、使っていきたいと思います。それでは午前中は、晴れるようなんで、混用除草剤を作って散布していきます。